ない第1回サンディングをこの場で行い、200人もの方が集まりました。安倍政治には犯罪こそあれ、褒めるべき点は何もありません。2011年3月19日に東京電力福島第一原子力発電所で非常に悲惨な事故が起きてしまいました。20万人近い人たちがふるさとを追われました。未だに自分の家に帰れない人が何万人もいるという状態になっています。すでにお手元にチラシあると思うんですけれども、それは書いてありますように、信州市民連合では8月4日にですね、国民葬に反対する立場からその見直しを政府に要求しろということを全政党に求める要望書を作ってですね、公表した上で送付してあります。彼、加害者ではなくて、確かに刑事上は加害者かもしれませんけれども、実際は実は被害者であるということが日に日に明らかになっている。このような状況で安倍氏を国民的に悼むなんていうことはとんでもない話なんだという声がどんどん国民の間で広がりつつある。このことは各種の世論調査の結果から見ても明らかなことであります。コロナが蔓延しているにもかかわらずオリンピックは強行され、そしておそらくは、奈良の事件を起こした青年にとっては安倍晋三その人が殺されるべき人だった。この回路をやっぱり断ち切って、本当にこの国、ここでこの国では人の命が誰であれ尊重されるんだということが原則になるような、社会にしていくと、そのことが私にとっては安倍政治を本当に私たちの手で葬り去ることになるのではないかというふうに考えています。今日は一市民として安倍総理大臣に弔辞を捧げたいと思います。弔辞、安倍晋三元総理大臣の御霊に心より捧げます。あなたは第1次内閣の時に憲法に次ぐ教育基本法の改悪を強行しましたね。座間に米陸軍司令部を、横田に空軍司令部と在日米軍司令部を配置し、自衛隊の即応司令部と一体化させ、首都東京を米軍の支配下に置くという快挙を成し遂げたことは、あなた以外にはできなかったことでしょう。多くの国民が反対しているのに強行する安倍国葬は、7年前の安倍政権で多くの学生や市民が違憲だというのに強行した新安保法制の手法にそっくりです。そして旧統一教会の問題は、同教会と自民党との長年の関係や安倍元総理の役割には一切切り込まず、おざなりの調査で切り抜けようとしている姿勢は、あの森かけ桜問題に重なります。民主主義を守るためには、こうして今日のように心ある者が己の沈むところを声を出していかなければならないことなんだと改めて今思っております。内心の自由であるからして絶対それをやめてほしいという申し入れに行ってきました。でその結果ですけども、私たちは本当にね、あの教育委員会のね誠意を感じて、一体全部委員長さんもね、この憲法違反の国葬には反対しているし、そしてまた今までのね安倍首相のやってきたことを考えると、国葬にするっていうのはふさわしくない。だから私が安倍元首相を一番許せないのは、公の力を私自分の仲間のためだけに使ったということです。なぜそんな力を持ってたかというと、選挙に強かったからです、ね、いろんなうやむやがありましたけども、もう安倍元首相はしょっちゅう選挙をして、選挙に勝ったら自分のしたことは全部チャラにして知りませんよと、国民に許されていますよと、そういうことをしてきた人なんです。先日の襲撃事件は
非常に忌まわしい事件でしたが、あの襲撃事件によってなぜ安倍首相がそんなに選挙に強かったのか、それが明らかになりました。そのような人がなぜ国葬に値するんでしょうか。私は絶対許せないと思います。物が言えない、戦争になって戦争良くないという声も上げられなくなってしまう。やっぱり日本をそういう国にしてはいけない、私は思っています。日本はこれからどうするのか、安倍首相のに対してどういう評価をするのか、それは首相が決めることではなくて、私たち一人一人国民が決めなければいけない問題だと思う。このことは私は絶対譲ることができません。ぜひ皆さん、国葬おかしいと思うのであれば、どんな形でも結構です。これ写真撮っていただいて、Facebook に上げていただく、Twitter に上げていただくということでも結構ですので、ぜひ力を貸してください。一緒に世の中変えていきたいと思います。このポスターを持って、はい、自分の都合のいいところで立とうという呼びかけを私にくださったので、はい、私は松本駅前で立ちますと言って受けて、このスタンディングを始めました。はいはい、で単発で終わるかと思ったのですけれども、はい、沢地さんが11月3日からは毎月3日に立とうという呼びかけをしてくださったので、はい、私も2015年の11月3日からは毎月3日にこの場で立つと、数えてみたら今日が84回目でした。素晴らしい、はい、そして今日は新たに、まあ、今日は、はい、安倍さんを国葬にするなんていう話が出ているので、はいはい、そんなことは到底許せないと思ったので、安倍国葬を許さないというこういうポスターを持って立つことにしました。小入さんとしてはなぜ国葬を許さないんでしょうか。私は安倍さんは犯罪者だと思っているのです。彼は福島の事故に関しても、はい、自分の責任を逃れるためにオリンピックを誘致して、国民の関心をそちらに持っていくというようなことをやった、歴代の自民党政権というのは原発を進めてきたそういう政権であって、彼も重大な責任があるはずなんですけれども、その責任を一切負わないまま逃げようと彼がしたわけです。それ以外にも彼はこの日本という国を戦争できる国にしようとして、いわゆる戦争法案、集団的自衛権を認める戦争法案も作ってしまう、そして共謀罪も作ると、これからは改憲をするというような道を一歩一歩彼は敷いてきたわけで、私はそんな安倍さんを到底許せないと思って、まあ、沢地さんの呼びかけに応えてこのスタンディングを始めたわけです。なるほど、はい。まあ、小泉さんといえば脱原発という、 こうイメージが高いんですけども、はい、最近は政治そのものにもこう関わってるんじゃないかなと思うんですけども、私はもう政治大嫌いだと言ってずっと公言していますので。なるほど。政治そのものに私が関わることは決してありません。ただ人々が生きているということ、そのこと自身がまさに政治なのであって、人々が自分の生きている場所で自分の意見を言わなければいけないということは強く思っていますので、まあ、それに基づいてやっているということです。今日は東京からとか方々遠方からも来られていると思うんですけども、はい、まあ、小出さんの意見にこう賛同されて遠くから来られてるんじゃないかなと思うんですけど、多分遠くから来てくださっている方々はそれなりに私と一緒にここで立とうと思って来てくださっているのだと思います。とてもありがたいことだと思いますけれども、ただ私自身は、本当に大切なことは違う意見を戦わせるということが大切だと思いますので、はいはいはい、立ってる時に私の意見に賛同しない方も時々声をかけてくださることがあります。そういう方は、まあ、私がこんなことをやってるということに、まあ、注意をしてくださるということが一番いいことだと思います。まあ、いろんな意見が交わるってことに、そうです、一番重みを置いてるって言うんですかね。そうです。今後の見通しとしてはどうなんでしょうか。まあ、私もともと悲観主義者なんです。ですはい、楽観主義者では少なくともありませんし、はいはい、今の流れを見ていると多くの人は気がついていないと思いますけれども、日本というこの国が一歩一歩戦争に引きずり込まれていっている、うん、とても危うい時代だと思います。もちろんそんなことをさせたくないので私にできることをしようとは思っていますけれども、自民党という政党にたくさんの人が投票をするというそのこと自身に一番の危惧を私は抱いています。ぜひ何か希望に向かって
頑張っていただきたいと思います、はい、私にできることはやりますけれども、はい、一人一人の力なんていうのはもちろん知れてますので、今日この番組を何か聞いてくださる方がいるならご自分で何か行動を起こすということにしていただきたいと思います。なるほど、各自で、何かをしなければいけないというところに来ているってことですね。そうです、自分の生きている場所で自分のできることをすると、それが必要になってきているんだということを分かってほしいと思います。ぜひ頑張っていてください、はい、ありがとうございます。お疲れ様でした、はい、お疲れ様でした。お願いいたします。それでは時間になりましたので以上をもちまして審査は正解しますけれども、スタンディング自体は継続はまだできます、今日は大勢になるだろうと思って。